今井宗久文禄二年八月五日は、戦国時代から安土桃山時代にかけての堺の商人、茶人。今井では守る宗家の三男の志向の子。今井宗君の父。名は、ケンイン、署名を、久秀。通称を、彦八郎の千彦右衛門。号は、作夢安樹林。野号は、なや。地発の後に、宗久と名乗った。千里宮。 津田総久と共に、茶の湯の天下三宗将と称せられた。大和国高い茶に今井村の出身。僧は、大見源氏佐々木氏で、大見国高島郡今井市城を領主したので、今井氏と称したという。先週、堺に出て、名や宗児の居宅に身を寄せ、竹の女王に茶を学ぶ。やがて女王の女性となり、火災茶器などをことごとく譲り受けたという。 天文23年には、大徳寺達中大船員に170巻を寄進している。はじめは、当時軍需品としての需要があった鹿川などの革製品の販売を扱っており、それによって財をなし、各地の戦国大名とのつながりを深めていった。将軍、足利義明にも茶の湯をもって禁止し、織田信長の境に対する野戦長化にあたっては、即座にこれに応じた。 A61 年10月、上落した信長と摂津に成なりぐ田川で、愛見え、名物、松島の羽じ坊つぼや、女王ナスなどを献上した。いち早く信長の地球を得て、足利義明からは、大倉教法院の位を授かる。同年、信長が堺に対して、野戦二万艦を犯した際、会合衆たちが、三好氏の力を背景に徹底抗戦の姿勢を、 見せたのに対し、この要求を受け入れるよう信長とだの海合衆との仲介を行いこれに成功し、摂津住吉軍に2200国の最地を受けた。なお、芝辻春毒によれば、宗久は、信長の上落以前から境を構成する、境北層、境南層にある幕府の御領所の大官を務めており、信長も宗久の大官職を安堵するとともに、 自らの悲観に加えることで、堺の支配の足がかりを築いたという。これ以降は信長に徴用され、様々な特権を得る。A62 年には、堺近郊にある、摂津五箇所の塩、塩合い物の長州県と大官職、淀ドカ所詮の利用を得て、元気元年には、長谷川総人と共に、幾野銀山などの田島銀山の支配を任せられる。また、大官僚に、 河内芋の白吹き屋を集め、鉄砲や火薬製造にも携わった。これらにより、海岸集の中でも抜きんでた存在として、堺での立場を確立し、信長の天下統一を側面から支えた。また、茶人としても千里宮、津田総宮と共に信長の茶道を務めた。信長の死後には、橋場秀吉にも使え、堺のモズや、 宗安、住吉や総務と共にお話し集を務めた。また茶道として、天正15年に、秀吉が主催した、呪落大落星の交換茶事、北のお茶の湯にも協力をし、所蔵茶器が第4位を占めた。しかし、秀吉は宗久よりも、信仰の役主将、小西隆佐や千利休らを徴用したため、信長時代によくしたほどの地位ではなかったとも、伝えられている。 文禄二年に死去、去年七十三。著作に、茶会記録の今井早急茶の湯に抜き書きが気があるとされてきたが、銀書であることが明らかにされた。墓所は、堺市堺区の林公でら。大梅安戦国時代末期、柏原市今井町の牧村家に建てた茶室は、電力業界に貢献した松永安左衛門が、昭和15年に豊田家より買い受けて、 小田原市に移築し、おばやんと名付けた。その後、昭和53年、相続人の松永康太郎が無償で、堺市に寄贈し、市政90年記念事業の一環として、昭和55年10月、大仙公園内に移築された。ドラマ、芝辻春六、小田政権下の堺と、今井早急、品の65巻8号、初週、芝辻、小田政権の形成と、 地域支配 ISBN978 から4から864032063茶所研究第9号ありがとうございます